皆さんこんばんは。おいしい競馬今週もよろしくお願いいたします。さあ、そして先週に引き続き素敵なゲストが来てくださっています。予想屋アイアイとして競馬予想をされています声優の相葉愛奈さんです。よろしくお願いします。相葉愛奈です。よろしくお願いいたします。さあ、今回は日曜日に行われます G1 NHK マイルカップですが、瀬山さん、はい、去年のレース的中だったそうで。そうですね、はいはい。まあ、終わってみればね、シュネルマイスターが勝ったんで、はいはい、うん、まあ、そらせやなっていうそらせやなっていう、すごい普通じゃんっていう感じの。配当は、配当はね、3連打2万円ぐらいついてます。2万1180円ですね。はいはい、まあまあでしたね。でも、まあ、何買ったんですか、その2万円で。その2万円で何買ったんですか。何、いや、それはね、馬券サイクルの中に入ってますね。ああ、なるほど。馬券サイクルの中に、ね、あれうまくできてますよね。すぐ下ろせないというか。そうなんですよね、本当ね、ちょっと手間かかるじゃないですか。どうしたってネットで購入すると、はい、その下ろすっていうその動作しないと。そうなんですよ。結果的にずっと馬券サイクルに使われる。そうあのうまくできてるなって。あれは本当向こうにとって永久期間ですよね。素晴らしいですよね。僕らも、ね、確かにこう、ね、年に何回かこう入れなきゃいけなくなっちゃうわけで。そうですよ。あ、本当にね、さすがうまくできてるという。うまくできてますよちなみに去年の NHK マイルカップはどんなレースだったんですか。いや、これね、あのね、そのまあ、池崎条件だとソングラインという馬が、まあ、勝ってもてか普通勝つみたいなレースしたんですけど、うん、でシュネルマイスターちょっとね、なんていうか若干ね、反応鈍いっていうか、まあ、乗りまだこう 2000m からの距離短縮だったんで、ちょっとねこうおっとりしたような感じだったんですけど、ルメールジョッキーが超絶うまかったんですよね。超絶うまい乗り方で、まあ、それこそ鼻差かわして、あれ負けたらほんま夢に出そうな負け方、負けた方としてはね、ソングライン勝ってた人本当に悲鳴上げたと思います。もうほぼ勝ったかなっていう形で、シュネルちょっと間に合わないかなっていう感じだったんですけど、最後に行くんだ。そう本当に勝っちゃった直線もうここで追い出さないとダメだっていうところでしたね、後で見直したら。ここで追い、これより早くても遅くても負けてたなっていう感じのポイントで追い出してました。なんで10入れたんですか、ソングラインを。え、あ、そんな、あ、なんかちょっとあれですか。あ、なんかちょっとあれ悪い思い出が、悪い思い出がありそうですね。私はですね、去年あのシュネルマイスターを一等軸で 3連単買ってたんですけど、うん、10番のソングライオンを入れなかったことによって外したんですよ。だから10番ってなってます今。すごい話を聞いてね、思い出してます。思い出しちゃう。ちょっと忘れてたのに、うん、今すごい蘇ってきちゃって記憶が、はいはいはい、いい話なんですけどね、僕にとってはすごい自分勝ってるからですよ、これ。本当ですよ。よくないそういうの。おじさんの一番ダメなとこです。違う。こうやってね、もちろん逆に僕が外して、相葉さんが当たってるレースもあるわけで、こうやってね、まあ、あの反省というか振り返りをすることによってこう定着していくわけですよ。こんな風にして勝って、あ、この人はこんな風にして勝ったんだみたいなの、うんうんうん、それがね、知識の蓄積となって、後の馬券に来てくるわけですよ。で、あの、ね、入れた理由としてはなんでソングラインを。ソングラインはね、あの桜花賞ボロ負けしたんですよ。15着で、はいはい、ボロ負けしたんですけど、うん、まあ、そもそもクラシックから来る馬のレベルが高いので、うん、仮に、まあ、そのソングライン桜花賞ボロ負けだったんですけど、別に弱くて負けたっていう感じでもなかったんで、まあ、なんとなく流れも合わなかったし、敵もちょっともう一つだったかなっていう感じの内容で負けたんで、まあ、着順を無視すれば桜花賞に出てくるような馬が NHK マイルカップに出てきたら、ごく普通にこう巻き返しがあってもおかしくないという感じでね。あとこれ、まあ、あの品系がね、僕自分の割と贔屓の品系になんで。あ、なるほど。はいはい、そういうのもあって、ソニックレディですね。あ、はい、そういうことで、うん、あのクラシックって一辺なるけど品系なんですよね。ロジユニバースって昔こう言って、皐月賞でボロ負けしてダービーであの大逆転したみたいな感じの、うん、そういうのって、まあ、なんとなくね、特徴としては、血統の特徴としてはよくあるので、覚えておくという感じですね。さあ、ということで今回のレースも、まあ、千葉さんが予想を的中するのか、それとも惜しかった相葉さんが予想を的中するのか、うん、まあ、予想を楽しみにしていただければと思うんですが、はい、今日は予想に入る前に、うん、この NHK マイルカップに関係する話題としてですね、こちらのコーナーやっていきたいと思います。競馬に恋した君を沼に沈める一丁目。イエイ。
はい、このコーナーは競馬初心者の私三谷がですね、競馬記者の千葉さんに、まあ、競馬の面白さを教わって、うん、競馬の沼に私をどんどん沈めていこうというコーナーでございます。はい、今回 NHK マイルカップに関係する話題っていうことなんですけど、そうですね、どんな話題ですか？今回はね、その、まあ、外国サンバっていうか、うんうん、まあ、よその国で生まれて、1歳2歳の時に日本、1歳の時ですかね、当歳1歳の時に日本に持ってきて日本で走る馬っていうの外国サンバっていうんですけど、その外国サンバの話題について、お話ししたいと思います。外国サンバって何かありますか？あのこう自分の中で思い入れというか。思い入れはでも最近で言うとカフェファラオとか。ああ、カフェファラオね。カフェファラオ、はい、カフェファラオね、確かに、うん、そうですね。どうなんですかこの NHK マイルカップと、うん、そのなんでその外国サンバの関係があるんですか？そうですね、あの昔って言ってもまあ30年にはならないか、ダービーってね、ダービー国内産しか走れなかったんですよね。へえー、で、当時まあダービーに限らずクラシックは外国サンバ出る資格がなかったんですよ、うん、でまあ、そのただこれは、まあ、30年ぐらい前はあのまだね日本の馬さんも今ほどレベル高くなくて、では外国から輸入した馬がね、まあ、強かったんですよね、うん、だまあその為替の関係とかもあるんでしょうけど、当時いっぱいこう有力な外国サンバが輸入されて、めちゃくちゃ強い外国サンバいるのにあの、まあ、ダービーとかで皐月賞とかダービー出られないとか桜花賞も出られないってなって、うん、でまあそういう、まあ、流れからあの NHK マイルカップって G1 を作って、そこで外国サンバに走ってもらおうっていうような、まあまあ、マルガイダービーっていう呼び方されたんですよね、 NHK マイルカップ。でその96年に創設されたんですけど、今本当昨日じゃないですけど何日か前に調べてびっくりしたんですけど、18頭のうち14頭が外国サンバだったんです。ほぼほぼ外国サンバですね。へえ。で、まあすごい時計も速くてね、あの、うん、レベルの高い感じのレースが、うんうんうん、まあ、展開されて、うわ外国サンバレベル高いんだなっていう時代の96年ですから、もうね、25年以上前ですけども、うん、まあそのようなことがあって、うん、NHK マイルカップといえば、まあ、今でこそね、なんていうか3歳マイルでなんだろうな、こうまあ、オークス行かない牝馬とか、うん、ちょっとこう距離ダービーとかには不安のあるコバみたいなのが、まあ、使いに来るレースっていう感じになっちゃってますけど、もともとはねマルガイダービーっていう側面があって、外国サンバがたくさん出てたくさん活躍してたっていうのがね、うん、まあ、まあ一つのトピックなんですけども、うん、去年そもそもね、相葉さんがそのね、かけていたシュネルマイスターなんかもそうなんですか、ね、はい、あ、そうですね、うん、はい、シュネルマイスター、うん、ドイツですね、ドイツ出身、はい、これね、まあ、日本って、まあ、こういうちゃなんですけど割と人口も多いし、うん、競馬も、まあ、世界でも有数の盛んな国なんで、うん、まあ、馬産っていう、ね、馬の生産っていう意味で言うと日本って結構、まあ、大国なんですよ、うんうんうん、だからドイツとかはまあ、日本よりも生産頭数少ないですしね、そのサラブレッドはね、うん、フランスとかよりもね日本の方が多いんですよね、実は。そうなんですね。そうです、そうです。まあ、ただそういう中でも今ね日本の、まあ、血統水準とかその競馬のレベルっていうのは、まあ、世界トップレベルではあるんですけど、ですよね、はい、日本すごいですよ。そういう中でもドイツとかはなんていうんですかね、あのちょっと頑固な生産者が多くてですね、ほう、割とあのドイツ血統って、まあ決まりがいろいろあって面白いんですけど、あのお母さんの頭文字を必ず受け継がなきゃいけないとかいろんな決まりがある上にですね、なんかこう独特の考え方してる生産者が多いんで、まあ、一風変わった血統の馬が多いんですよね。戸田市ジュニアみたいな感じ、戸田市の娘だから戸田市ジュニア。あ、まあまあまあ、そうそうそう、あのドイツ S ラインって言ってずっと代々 S がつながってるたりとか、ソダシの子供だからソダネみたいな、そんな感じです、そんな感じです、そんな感じです、はい。へー、まあ、日本でもねそういうような名前の付け方とかね、要はあの両親の名前どっかから本が取りするみたいなのはあるんですけど、まあ、ゴールドなんとかとかも、そうです、そうあるんですけど、ね、もうドイツの場合徹底してて何台遡っても S 品系だったら S ラインだったら S みたいな、 M だったら M とか、もうなんだかこだわりを感じるんですけど、そうすると、まあ、まあ一風変わった血統の馬が多いんで、ディープボンドもボンドかなんかもらってるんですかね、ディープとか。ディープボンド、ボンドはねあれあの BOND の方のボンドで、はい、池のポンドじゃなくて、はい、ボンドはあの絆の方ですね、お父さん絆なんですよね。はあ、すごい、うん、ね、なんか
こう名前もいろいろこだわりがあるけど、そのドイツの話は知らなかった。いや、そうそう、まあそうなんです。で、まあ、でだからドイツみたいな、まあ生産頭数としては、ね、日本よりも全然少ないんですけども、うん、サラブレッドはね、まあ、他の、あの馬とかも生産してるんで一概には言えないんですが、うん、まあ、そんないろんなところから今の当時の例えば NHK マイルカップができた当時の外国サンバというと、もう強い馬連れてくる、速い馬連れてくるっていう感じだったんですよ。で今はね、ちょっと繁殖としても価値がありそうとか、あ、そっか、後からそれで目つけてもらって日本に売れたらラッキーとか、そういうような部分も含めて、なるほど、なるほど。まあ、あと、まあ、個人的にね、アメリカの血統が好きなんでみたいな方もいらっしゃいますね。でアメリカのセリ行ってとか、あと、まあ、ヨーロッパのトップ級の馬も連れてきて、こう、まあ、実はあんまり活躍してないんですけど今までので、それをあえてこういう馬を活躍させたいみたいな、あのガリレオっていうヨーロッパ最高の種牡馬がいて、うん、ただなんか日本だとガリレオはあんま走んないんですよ。まあ、母の父とかだったら大丈夫なんですけど、ガリレオの直径が、まあんまり走んなくて、でそういうのにあえて挑戦したりするとかいうんで連れてきたり、まあ、昔の速い馬強い馬連れてくるっていうのとはだいぶもっとなんていうか、その趣味的になってきましたよね。多様性は増えたっていう感じです。でもこうやっぱりこう昔その NHK マイルカップが始まった時は外国馬がすごい強かった時代があって、はい、まあ、今は日本の馬がめちゃくちゃ強い、うん、そう、まあそうですね、あんまり言いたくないですけど、日本すげーっていうのの思うのの、僕が長いこと、ね、生きてきて、その上昇度でいうと、うん、この競馬の生産会とか育成会とかのすごさっていうのは、いや、なかなかないんじゃないですかね。てか、まあ、お二人とかはあんまり景気のいい頃知らないからと思うんですけど、はい、うん、大体緩やかに下がっていってるわけじゃないですか、何でもかんでもね、うん、給料にしたって何しろ、はいはい、馬産会だけです、ずっとレベルが上がってるっていう感じですね。まあ、実際、ね、凱旋門賞こそ勝ってないですけど、外国で日本馬が勝つってあんまり珍しくない、うん、前田もだってアメリカで、そうですね、ダートで勝ったり、ね、してましたよね。で、まあ、その上で例えばオーストラリアに日本の種牡馬を持ってって、オフシーズンにつけたりするっていうのも、まあ、今モーリスっていう種牡馬がいて、うん、で、まあ、オーストラリアとシャトルしてるんですけど、日本ではほら春種付けするでしょ、うん、でそれのシーズンが終わったらオーストラリア持っていくんですよ。オーストラリアは逆だから、逆だから、そうそうそう、繁殖期が逆なんですよね、うん、なん で向こうで種付けして、そしたら向こうでもう G1 番2頭出しちゃって、でもう今年また為替の関係もあるんですけど、日本の種付けるよりオーストラリアの種付けるのが高いみたいなことが起こったりしてる。モーリス、さすが、まあ、僕ちょっとモーリス好きなのもあるんですけど、モーリスすごい増感があったりして、うん、その、まあ、外国サンバっていうのもね、アメリカに渡ってる種牡馬、日本からアメリカに渡った種牡馬の子が ついてて持って帰ってきてるみたいなのもあったりしてね、ヨーロッパとかに持って行ってるっていうのとか、向こうで種牡馬入りしたり繁殖してるのはディープインパクトとかサンデーサイレンスの違う目的っていうのはあるかもしれないですね、うん、すごい瞬発力のある馬が多いんで、それ、まあ、じゃあ要はディープの地位をこう導入しようみたいな、アイルランドのクールモアっていう、こうサラブレッドの大きな、まあ、オーナー団体みたいなのがあるんですけど、その繁殖牝馬を日本に連れてきてディープインパクトつけて連れて帰って向こうで走らせてみたいなことをしてたりするんですよね。じゃあこう外国の中で日本の馬っていうのは全体的に瞬発力のある馬だっていうが多いと思いますね。その印象的な負け方したオルフェーブルとかが凱旋門賞に負けた時に、うんうん、ちょっと切れすぎて負けたみたいな感じの負け方したんですけど、まあ、ちょっと あとジョッキーもなんか余裕かましてたら足すくわれたとかそういう感じはあるんですけど、そういうようなところあって、サンデーサイレンスがいてすごい瞬発力があるみたいな馬が、まあ、最初日本の特徴だったんですけど、うん、まあ、これがこれでまたモーリスみたいな、なんか1000人も勝つし2500も勝つし何がどうなってんのみたいな種牡馬が出てきてですね、うん、まあまあ今はだからあれじゃないですかね。でモーリスは必ずしもサンデー蹴ったわけじゃないので、まあ、日本馬走んなみたいな感じに、なってるとこはあるかもしれないですね、うんうんうん、今回で言うとそのジャングロ、そうですね、が外国サンバ、はい、しかもね、そのさっきね18頭中14頭が外国サンバって言った96年から、うん、まあ、26年を経ったら、ジャングル1頭なんてことですね、まあまあまあ最近そんなもんですね。外国サンバ出てきますけども、まあ、1頭2頭3頭いれば多いなというふうに思っちゃうぐらいな感じで、このジャングルはサイバーエージェントの藤田副社長の、はい、うん、お世話になっておりますなんやねん、馬ですが、うんうん、この間ニュージーランドトロフィーね勝って、はいはい、
まあ、注目の一頭なんじゃないですかね。藤田さんはだってあれですからね、今やもう大人気ウマ娘の生みの親ですから。そうですね。てかね、てかねってギャルみたいな。てかね、去年ですよね、オーナー始めたの、はい、あ、そうですそうです。で、馬わーっと買って、セレクトセールでもバーって買って、うん、でもセレクトセールで買った馬なんてデビューするのまだ今年とか来年とかなんで、去年からね、馬主やりました、うん、翌年重賞勝ちましたとか、うん、おかしいっすよ。ちょっとジェラシーがちょっと出ちゃってますよ。いやいや、ジェラシーというか、なんか前世でどんな得積んだんだよみたいな。すごいですよね、でも本当に、うん、いや、これはね、多分競馬のオーナーやってる人はもちろん、例えば一つさんが言ってましたよ、うん、4頭くらい持ってたけど1回も勝ったことなかった。いやいや、それ普通ですよ、うん、いわゆる今ね、これクラブ法人って言って500分の1とか、うん、持てますよね。 ああいうのやってる方でも思うと思うんですけど、1年目で、まあ、翌年1年目に勝った馬が翌年重賞勝ちましたっていうのは、いや、ちょっと持ちすぎでしょ。やばいですよね、これね、うん、その NHK マイルカップ自体でね、うん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 、いや、これでしょうみたいな外国産馬が結構いるわけですよ。お、毎回、そう、当時ね、最初、はいはいはい、大昔ですよ。だから、まあ、さっき馬娘の話出ましたけど、はい、まあ、前エルコンドルパサー師匠、ね、やっぱ違いましたね。全然ついていけない。何ですかそれ。エルコンドルパサーという、まあ、馬がいて、はい、まあ、そうですね、よくある最強論争みたいなのがありますよね。あ、外国馬最強論争。まあ、それでもいいですし、うん、まあ、に、なんですか、史上最強論争とかでも、まあ、名前が上がってくるぐらいの、あ、誰がこの馬、今までの中で一番強いかなっていう。98年の NHK マイルカップ勝ち馬、はい、エルコンドルパサーなんが、まあまあ、なんかね、いや、強かったですわ、もうガチで。98年4歳ですね。そうそう、で、これそう、エルコンドルパサーなんて言ったら そんなもんなんですよ、うん、でもう20何年前の馬なんで、うん、そういうはそういうが強い馬がいたんだねぐらいだったんですけど、それがまあちょっとゲーム アプリとかでね登場することになって、うん、なんかすごい復刻感ありますね、僕の中でもね。あ、馬娘ですごい人気ってことですね。そうですね、そういう登場なんていうんですかね、キャラクターとして出てきて、うんうん、10年ぐらい前にエルコンドルパサーって言ったら、あ、いたねとか、すごい強かったねぐらいだったんですけどね。今ちょっとその前の10年より、この10年のこの何年かの方がよっぽどか聞いたぐらい、ね、名前をね、キャラクターとして、はい、ストーリーとして。そうですね、そういうのはまあ大変あれですね、競馬ファンとしても嬉しい。そう、特にね、まあ言ったら長いこと競馬ファンしてると、こう古い話 したいわけですよ、うん、で、まあ、あんま若い人そんなね、分かんないですもん。そうそう、ただまあそういうアプリとかでやって、でも現役時代知りませんみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、いやー、でエルコンドルパサはさって言えるわけですよ。確かに調べる人多いですもん ね、 そのキャラクターって何だろうって、ね、だからもう何でも聞いてくれってなるわけですよね、うん、だからまあそのアプリ自体はね、え、こんなのまでそうなんて言うんだろう、ピックアップしてくれるの、そう、キャラクター化してるの、うん、みたいな。シリウスシンボリ出てきた時には目点になりましたもんね、いや、古い、これも知らないなみたいな感じの、なんでね、まあ、それはまあ外国産の話ですけど、まあ、外国産馬、NHK マイルカップといえば外国産馬で、うん、外国産馬で、まあ、なんか一頭あげろって言ったら、それはやっぱエルコンだよねみたいな。エルコンドルで、まあ、俺がこんなこと言ったらグラスはどうしたとか言われる、絶対言われるんですけど、みんなね、おのおの持ってる。確かに、こうやってどんどん出てきちゃう。いやいやいや、グラスでしょっていう人も絶対いるんで、はいはい、それぞれの、それはそれで楽しいですけどね。そう、いやいや、シーキングザファールでしょとかいう人もね、まあ、いたりするんでね、あんまり迂闊なこと言えないんですけど、うんうんうん、ただ一つ言えることは、結果的に千葉さんも藤田さんに、ああ、そうそう、お世話になってます。あ、じゃあ私もお世話になってみんなしてやっぱ競馬ファンとしてはそうやって、いや、そうですね、はい、あれね、まあ、ああいうふうに擬人化してキャラクター化してみたいなのにね、うん、まあ、みんながみんな大好きっていうわけじゃないんでしょうけども、うん、あれのおかげでね、そのまあ、僕もそういえばいたな、こんな馬みたいなの名前、馬の名前とかがね、まあ、今飛び交うわけで、うん、で、なんかあったらそのツイッターのトレンドとかにも入るんですよね、うん。てか、まあ、ナイスネイチャーの、ナイスネイチャーってまだ生きてるんですけど、うん、34歳で、なんか毎年ね、そのドネーション寄付集めてたんですよ、うん、ただなんか去年と今年とかはなんか馬娘のアプリのおかげでナイスネイチャーキャラクターにいるんですけど、もう3000万とか4000万とかの金額が、その前より10倍以上の金額がヒュッと集まるようになっちゃって、非常にまあ、ね、古い競馬ファンとしても
まあ、良かったなという感じにはなりますんでね、はいはい、まあまあ、 あのいい面もいっぱいあるんで、まあ、外国サンバの話からちょっと広がっちゃいましたけど、はいはい、まあ、ぜひともまあね、馬娘から入ってもね、入っても、はい、あの、で近くにいる競馬好きの人にその辺の名前出すとね、あの泉のように出てくる、大体語り出しますからで気をつけなきゃいけないのは、あのある、今でもあのあるんですけど、あのエルコンドルパサーとグラスワンダーとスペシャルウィークってちょっと派閥があったんで、はい、それぞれ、そこはちゃんとした方がいいですね。そうそう、そこはね、あの気をつけないとね、あの踏み込むと大変なことになっちゃう、ね、あらら、だからその派閥の世代ちょっと知らないね、知らないですね。あ、そうです、ね、これね、あのちょっといろいろ年度代表馬にエルコンドルパサーがなった時に、日本で一番活躍したのはスペシャルウィークだったんですよね、みたいなのがあったりして、でそのスペシャルウィークに宝塚記念とか有馬記念で勝ったのがグロスバンダだったりしたん で、 あ、で、まあ、じゃあどれが一番強いんだって言って、当時はね、まだあのこうネット掲示板みたいなのがものすごい盛んで、そこで本当にね、切った張ったやってましたね、みんな。僕はまあちょっと一歩離れてたんですけど。あら、最前線戦ってたんじゃないんですか。言わないよみたいな、みんな強いよみたいな立ち位置ですか。エルコンドルパスは団長だったんじゃないですか。いやいやいや、これはね、でもまあ、あのそういうと不思議なんですけど、僕、まあ、やっぱ実際にたくさん取材してた白井調教師のスペシャルウィークですよ、どれかと言われると。あ、結果的には、あの、そのじゃあその3頭でどれかって言われたら、派閥的にはスペシャルウィーク派閥です。あ、でなおかつね、あの、まあ、ずっとねスペシャルウィーク結局慣れないんですけど、あの電動の投票があるんですけど、ずっとスペシャルウィークに入れてましたよね。では、あの違う派閥にあのお住まいの皆さんはですね、ぜひ千葉さんのツイッターの方に批判の方はお寄せいただければと思います。さあ、では続いてのコーナー参りましょう。続いてのコーナーは穴馬未来予想、はい、競馬の枠順が決まるのがレースの週の直前の金曜日となっていまして、まあ、この収録、レースの開催から1週間前に行われていますので、出走予定もまだ確定していないような状況です、はい、ということで、まあ、逆にだからこそ穴馬になりそうな馬を紹介していこうというコーナーになっています。今回予想するのが NHK マイルカップですけれども、千葉さん、こちらはどんなレースなんでしょうか。そうですね、まあ、本当に、マルガイダービーだったことがあったというだけで、今はまあ3歳のマイルで、まあ、マイル路線をずっと走ってきた馬と、言ったらクラシックからの、まあ、シフトしてきた馬、まあ、サツキショーとかオークスで、使って、まあ、サツキショー使ってた馬だったらダービーちょっと長いなっていう馬がこっち回ってきたり、で、オークス、まあ、その桜花賞使ってた馬もオークスって、まあ、2400はこれはしんどいなっていう、マイルの方が力出せるなっていう馬がこっちに回ってきたりする、それと、まあ、マイルからずっとマイル使ってた馬と、マイル専用のね、で、まあ、今年はね、あのスプリント路線からマイルに出てきたジャングルみたいな、はい、いますし、まあ、そういうこういろんな馬の結構集合点みたいなところになってますね、毎年はそんな感じですね。皆さん、マイルって何メートルか知ってますか。私も知ってるんですけど。すっごいドヤ顔ですよ。知ってますか。すっごいドヤ顔。私、あの、私知ってるんですけど。1600メートル。1600メートル。だから、まず1600ってなると、その1200よりは、まあ、瞬発力っていう感じではなくて、で多少のこう馬力みたいなところも必要になってくるんですか。そうですね、まあ、東京マイルはね、でもね、そうですね、まあ、そういうところあるかな、まあ、スピード一本じゃないっていうところはありますけど、まあ、でもね、あの雨でも降ったら別ですけどね、今の府中マイルはね、どっちかというとこう短距離寄りというかスピード寄りのレースが多いかなという感じは、まあ、この10年ぐらい見ても、まあ、そうですね、あの、まあ、どっちかというと将来のスプリンターが出てくるレースですね。あの、例えばマイル、同じマイルでもそのマイル走って、じゃあ次は2000円っていう場合もあるんですけど、グランアレグリアなんかが挑戦したルートもあるんですけど、NHK マイルカップに関しては、まあ、ここら辺ではマイル走れてるけど、もっとは立てば1002とかの方がいいっていう感じになる馬も結構多いし、そういう馬がまあ活躍するレースではありますね。なるほど。どうですか、相葉さんはこの NHK マイルカップ、はい、どんなところに注目されますか。まあ、でも基本なんかやっぱ荒れてる、硬いというよりは荒れてるイメージがあって、まあ、あとはそうですね、何だろう、私個人的にはやっぱその過去のレースを見て、まあ、結構割と1000、まあ、短い系を走ってるのが多いので、2000系とか1600とかそのあたりを走ってるデータがあるので、そのレースを見て
この馬さんたちが戦ったらどっち強いかなみたいなもので、うんまあ、予想してみようかなって思います、ね、すごいいいですよね。もう本当王道ですよね、うん、聞いててね、もう僕みたいに、全部のお父さん並べてみたいなことじゃないですもんねいやだってじゃ多分ねこれすごいだって気力いると思うんですよ、全部のお父さん並べて、ね、お父さんのこう血統だからこうだからっていうの。いや血統も多少あるんですけど、でもねそれはね本当あのそうはおっしゃいますけどね、今まあ本当便利なソフトがいっぱいあって、うんね、それこそアプリケーションがいっぱいあるんで、はい、もう全部ざっとやれば、うん、あこれ全部ああでこの血統ねはーんみたいな感じでちょいちょいちょいって調べれば品系も5台先まで調べられるんで、いや本当僕らにとってはもう便利な時代になりましたね。今回は予想の参考として何かデータはあります？あ今回は、うん、今回ね、まあ、てかこのレースね、来る血統すごい偏ってるんですよね。えもう本当に、か全こう勝ってるのが、うんまあ、この10年で、去年シュネルマイスタードイツサンバなんてちょっと 別ですけど、うんまあ、ディープ系かダイワメジャーか黒船か、まあ一応9年前ぐらいにね、マイネル・ホーっていう全然別 の鈴鹿フェニックス産区がまあ勝ちはしたんですけど、ディープか黒船かダイヤメジャーかを買っとけばまあ大体間違いないレースなんで血統重視系なんですね、うん、去年はねシュネルマイスターちょっと格が違うなっていう感じの馬だったんで、シュネルマイスター本命にしたんですけど、毎年どのディープかなとかどの黒船かなとかいう感じで探せば大丈夫なレースです。で、まあ、必ずしもそれで当たってるとは限らないんですけど。さあではそれを踏まえまして、ここからは出走予定の馬の中からですね、一着になりそうな穴馬を予想していきたいと思います、うんうんうん、相葉さんどうです、これこうパッと見て。そうですね、まあその一番人気はきっとあの馬みたいなのがいるんですけど、うん、多分ダノンスコーピオンあたりが多分人気になってくるのかなとは思うんですが、うんうんうん、個人的にその穴馬どころで言うと、私はあのニュージーランドトロフィー うん、その前回のレースの時にこのジャングロとマテンロオリオンがこうレースで競ってたんですよ、うんうん、でこの時はジャングロが勝ってマテンロオリオンが2着で負けたんですけど、うん、この2頭が今回入っているであろう、うん、なのでこの2人の対決がまた見れるのかなっていうので、こっついで、まあね、枠とかそれでちょっと変わってくるとは思うんですけど、あそこのレースを見た時にあれあるんじゃないかなっていう、どっちかがNHK 取るんじゃないかなっていうのはちょっと。そうですね、まあ、今年のニュージーランドトロフィーは例年よりもレベル高いかなという感じはしました、うん、でジャングローはね、ガチ千人のもう見るからに千人の馬なんですけど、うん、もうすごいテクニックしたね、持たせ方が。千人の馬ってことはじゃあ今回長いから。長いです ねだから前走もなかったです、前、うん、千人からマイルになって、そうですよね、もう明らかに距離長いだろうっていう。でこれそれこそ外国サンバでマーザンレディーっていうこのお父さんがまた、うん、それこそ本当に短距離走ってた馬なんで、うん、まあそら短距離馬だわなっていう感じの馬なんですけど、うん、もう気象からなんから持たしちゃうんだマイルっていう、その武豊騎手の、うん、やばかったですね、馬っていう馬っていう、あ馬だけに馬だけに馬って馬いや、まあね、本当にうまかったです。瀬馬さんから見てギリギリだったんですか、その勝ち方として。まあそうですね、他の何が本当にちょっと狂ったら負けてたと思いますね。あじゃあ今回もしかしたらって、ね、それが難しいですね、あるかもしれない。この間の勝ちを見てしまっているから、それがこうギリギリだったかどうかをちゃんと判断できてない人は、うんまあ、迷わずジャングルに入れちゃってる可能性もありますよね、まあ、でただ一回持ってるんでね、で、まあ、中山から東京変わりますけど、で東京に変わって短期で行けるのが分かってて、でこれはまあ多分全員そう思ってると思うんですけど、基本的にジャングルは1000マイルは長いってみんな思ってるんですよ、うん、全員が、ほぼ全員が。で、うん、これね、他の出走馬の騎手とか全員も思ってるんですよ。で、なんなら武豊ジョッキーも森調教師も長いと思ってるんですよ。思ってる。あ、なるほど。じゃあそれを何とか持たせよう。それをなぜ出す、もちろんそれを何とか持たせる。でも逆に言えばこの馬が逃げてても誰も追いかけないんですよね、多分ね。なるほど、なるほど。両方、まあ、全く届かない位置にいるってことはないですけど、うん、あんまり、いや、なるほど。あんまりね、その意識しない、されないタイプの逃げ馬ですね。いい意味で、あれですね、じゃあ、利用されちゃうタイプですね、きっとね。いや、だまあ、てか、そうですね、みんなペースメーカーぐらいに思ってるとは思うんですよね。うん、でもそのまま、それはね、それはでも、その天下の武豊が乗った馬を、ね、そうですよ、武さんですよ。馬をそんな扱いで大丈夫かっていうのは、武さんは副賞率すごいですよ、ね、すごいですよね。すごいですよ、武さん買っときゃみたいな、副賞でみたいなとこありますもん。まあその辺がね、でも、まあ明らかに距離は長いですよ。
もう前回もまあそれは豊さんが本当にうまく乗ったなっていうんでも出してる、ね、ただとしてのただね1回も出してるだけにそのそういう呼吸はねこの千人の馬をマイルで持たす呼吸みたいなのは もう分かってるわけですから。でもねでもこれねやっぱ馬見ても戦績見ても血統見てもどう見ても短距離馬なんですよ。どう見ても千人の馬なんでやっぱねそうなると周りがね無理にジャングルを意識するレースはしないんですよね。なるほど。じゃあちなみにこのマテンロオリオンはこれはね僕もねあの本命にしようかなと思ってるぐらいで あのダイヤメジャーこのレース強いんで、うん、お父さんのダイヤメジャー強いし、はい、まあニュージーランドトロフィーもまあ普通なら勝ってるレースですねあれね。本当にすごかったですかね。もうまあもう、まあ、あの形でしか勝てないぐらいの形で乗られてたんで、うん、まあそれもまあちょっと、マテンロオリオンも逆にもう一つスムーズじゃなかったんで、うん、まあそういう意味ではまあそうかマテンロオリオンの方がちょっと余力を残した負けだったって感じ。そうですね。まあ普通に走れば次は逆転だろうってみんな思ったと思います。うんなんでね、これはね、まあ面白い。でね、こう NHK マイルカップに向けてのまあレースをしたなという感じですかね。今回その千葉さんはどこが穴馬？そうですね。まあ、あの穴馬というか、まあ、有力馬だなと思ってるのはそのマテンロオリオンなんですけど、穴馬っていう意味で言うと。これはね、あれですね、それクラシック惨敗組ですね。お、あ、去年の私が好きな下克上組ですか。下克上組です。去年のソングラインもそうですけど、はい、うん、それ聞いときたいです。で、これがね、まあ何頭かいるんですよね。それのね、どれを選ぶかがまあポイントですね、うん、去年はそのまあ絆3区のソングラインが、はいはい、まあいかにもまあ巻き返すだろうなっていう感じの負け方っていうか、うん、その臨戦だったんで、うん、あれなんですけど今年ねでちゃんと出てきてるんですよ。桜花賞負けてとか皐月賞負けてとかいう馬がね、うんうん、それのどれを選ぶかをがまああれですね、こう穴馬センスが問われるところなんですよね、うん、どれにしますかね。悩んでますね。いやいやこれねでもあるかな。穴馬センス大事ですよ。穴馬センスが大事なんですよね。私は外してますから、うん、その穴馬センスを教えてください。はい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 、まあ、まあ全部買ってもいいんですけど、うん、まあ、どれかと言われればダンテスビュースかね。お、理由はでこれね、その皐月賞、まあそんな悪い内容じゃなかったんですよね、うん、で、距離もね、まあ1800、2000走ってて別にそこら辺の方がぴったりではあるんですけど、まあ、むしろこういう馬が距離短縮で出てきたらそのクラシック組が走るパターンだと思いますね。まあそのフォラブルーテっていうね、桜花賞14着の馬もいて、うんうん、これもあのね、お母さんブルーメンブラッドのまあなかなかいい馬ではあるんですけど、まあ、どっちかと言われるとそれかな。アルーリングウェイっていう桜花賞8着の馬とかも出てきてますけど、アルーリングウェイ、まあ、どれかと言われれば、ダンテスビュースかね。おー、うん、てかまあこの派手に負けてる方がいいんですよね、さ、こうクラシック。そうなんです、ね、去年のソングラインもそうですけど、まあ、でみんなよう知ってるというか、去年のソングラインとか桜花賞15着とかでも NHK マイルそこそこ人気してましたんでね、うん、まあ、ダンテスビューとかそのフォラブリューテもどの程度人気、あの穴馬かっていうのは難しいところではあるんですけど、まあでもダンテスビューあたりはいかにもという感じはしますね、うん、いかにも NHK マイルカップで変わるクラシック惨敗組と。おお、さあということで、まあ、千葉さんは前回予想的中してますから、今回もしっかり予想的中することができるのか、ね、はい、このレース得意ですね。おお、言いましたね。得意す、得意、はい、さあそして相葉さんは、まあ、はい、惜しくもっていうところだったと思うので、そうなんです、もう去年負けたの でそして今回ね、あの最近ちょっと運気が本当良くないので、競馬運気を変わるって言ってましたから、ちょっといただきまして、いい風を流してもらって、あと得意っていう千葉さんの言葉を聞きましたので、今年は取りたいと思います。はい、このレース、はい、はい、マジで得意です。ということでですね、あの視聴者の皆さんも NHK マイルカップのレース展開、そして買い目情報などは、まあ、得意と言っていました千葉さんが書いたノートが公開されますので、うん、ぜひあの枠順確定後に見てみてください。さあ、あっという間にエンディングの時間となりました。相葉さん、可愛いですね。
これですか。はい、そうなんです。作っていただきまして、お馬さんがいるんですよ。お馬さんとひづめの、そうなんです、そうですね、はい、蹄鉄型の、それこそ幸運のアイテムですよね、ひづめのチャームってね、可愛らしい、はい、ありがとうございます。ちょっと私もなんかそういうの用意した方がいいですかね。あ、これかわいい。ここにちょっとね、マイクにつけてきます。素敵です、ブローチみたい。こう特感でこんなことやっても意味がないって話ですけれども、はい、相葉さん、はい、今日はいかがでしたか。今日もすごい楽しかったですし、そのやっぱちょっと去年の、ね、本当に NHK マイルカップのこと思い出したんですけど、より今日学んで帰れたの で、今年はなんか取れるなって思いと、また遊びに行きたいなと、うん、ぜひ遊びに来てください。させてください。そしてあの NHK マイルカップ、はい、いい知らせを待っています、はい、いやそれを報告も持っていきたいと思います。はいはい、最後に相葉さん、はい、何かお知らせがあれば。 ありがとうございます、私があのバンドリというプロジェクトで出演しておりますロゼリアというバンドの新曲ローゼンホライズンが、うん、5月18日に発売されます。はい、そして5月21、22日とあと富士急ハイランドでライブもございますので、ぜひぜひあの行きますよという方はお越しくだされば嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで相葉さん、2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、皆さんこの NHK マイルカップも気合十分で楽しんでいただければと思います。はい、今日もありがとうございました。皆さん良い週末を。さよなら。ありがとうございました。